皆さん、おはにちはのこんにちばはなのだ。リズムコミュニケーターでジャズドラマーの森部です。イエイ。前回からね、私の体の特性、脳卒中による後遺症、右半身麻痺という体を最大限生かした片腕ドラミングの可能性について一緒に皆さんにシェアしてますけど、今回からは実際にその練習方法について皆さんにご案内します。これを見てですね、ぜひ、体にハンデを抱えている人もですね、自分なりのドラムに限らずいろんな楽器の演奏法を独自の解釈で編み出していただけたらなと思います。もちろんドラム叩きたいという方はね、一緒に練習していきましょう。四分音符から叩きます。四分音符というのは4分の4拍子、で一小節の中を4つ叩く四分音符ね。1 and 2 and 3 and 4 and四分音符でした。